はい、岡森です。純太です。僕たち二人は四国を一周します。旅のルールなんですけど、どうやって四国一周するかっていうと、そう、キャンピングカーで出発は徳島の鳴門から。旅のルールはあの番組の、まさかロケ密インスタの数かけるサイコロの出た目で、2人で毎日9時と3時にいいねの数をチェックします。そしてサイコロを振って金額を、血が出た場合は全額募集、募集されたらもうどこも行け。この日はもうキャンピングカー暮らしです。2、3が出たら1円、まあまあまだな、100円やったら100円、100円やったら飯食える。4、5が出た時はこれ5倍やな。5倍は嬉しい。6、これなんと10倍。10倍はやばい、10倍やばい、ほんまにやばい。例えばいいねの数が100だったとして、ナイスロール、4が出ました。4の場合は5円です。いいね 100×5円で500円です。お風呂からご飯、ガソリン代、旅に使う資金が全部サイコロで決まります。皆さんのいいね、ハートが僕たちを助けるの。ラブリー、お願いいいねしていただいて、ぜひ旅をお助けください。お願いします。せっかくなんで、今まで紹介したことなかったんで、キャンピングカーの中を今日は紹介したいと思います。ではどうぞ。私のカムロードです。映えてますね。かっこいいね。これ作るのほんま大変やったからな。これ天井にも登れるの。天井に登るとこれソーラーパネルがついてるの。すごいでしょ。4枚、自分でつけたんだよ。この4枚で車内の電気を賄います。太陽がないと生きていけないの。外観はそんな感じで、今から中を紹介したいと思います。オープン。お邪魔します。はい、どうぞ。いらっしゃい。どこから来たの？私、妙木さんから来たの。ああ、じゃあジライアと一緒。座席がここに一つあって、基本的にこちらがジュンタの席、こっちがカムイの席です。で、日常的にはこんな感じで動画編集しています。何見てんのよ。私苦手なの。上のベッドが引き出せるようになっています。よっしゃ、完璧。いつもこんな感じで寝ています。いや、めっちゃ広いよ。俺編集が終わったら、うわこんな感じでゲームしてます。僕たちのキャンピングカーではこんな風にゲームもできます。俺攻撃できて、やって。何してるんだよ。何してんよ。あ、続いてがキッチン紹介なんですけど、こんな感じ。ガスコンロ、炊飯器もある。リファールも全部あって、ここでいつも料理作っております。冷蔵庫がここにあって、ちょっと今はちょっと調味料とかしか入ってないんですけど、調味料の持ち込みは OK ということで。こっちがバスルーム、封印されした扉、まあこんな感じ。まあここはお風呂セットやね。山ごもり生活中いつも外でお風呂入ってたんで、おけとバケツがあります。あのタンクにいつも飲む用の水いっぱい蓄えてます。トイレもついてるよ。中はこんな感じ。まあここのお風呂はほぼほぼ使わんかな、野生なんです。キャンピングカーの収納スペースがパンパンです。お服とカラオケだったり遊べるゲーム機とか積んでます。こっち、ここは生活用品のティッシュ系。うわ、てってれれー、遊戯王、これラッシュでデュエルモンスターズ、ポケモンまで2人で遊べるカードゲームが3種類ぐらい入ってます。これ娯楽部屋やね。ラストの収納はここも俺の秘密部屋や。ここはジュンタの、まあ、洋服。人生ゲームみんなやろ。な、旅先で一緒にやろ。こっちが全部食器一式。ここがゴミ箱になってます。ゴミ満タン入ってるな。キャンピングカーの中はざっとこんな感じかな。2人でめちゃくちゃ広く生活できる酷なルールで行くってことなんで、今回は持ち込み食材紹介したいと思います。持ち込むもんの癖がやばいよな。癖やばい。では紹介しよう。そうめん2束に、ラオウ3つに、徳島ラーメン2つに、一平ちゃんで、うまかっちゃん、うん、で、秋田小町。これマジ大事なやつ。で、意味がわからんのはなんでプロテインいるの。いや、ちょっとほら筋肉大事やん。でもこれがやっぱ水と溶かして飲めるから、うん、めっちゃ時短料理。カムイとジュンタの家にあったもの、もうこのためだけに買ったもん、マジで何もない。これ何ヶ月旅するかわからん。どうにかなるんよ。どうにかなる。最後の準備を今からやっていきたいと思います。バイバイ。